GN あるいは GN グループは、デンマークコペンハーゲン近郊のベループに本社を置き、補聴器及びヘッドセットを中心とする音響機器を製造、販売する企業集団。かつては電気通信事業を手掛け、日本では一般に大北電信会社と呼ばれていた。1869年にデッドストアのルディスカ、テレグラフセルスコブウェー、S として、 設立以来、2011年まで電気通信事業を行ってきたが、1985年9月に GN、ストアノール A、S に解消。現在は同社を持ち株会社として、子会社の GN ヒアリング A、S によりリサウンドなどのブランドでの補聴機事業を、同じく子会社の GN オーディオ A、S によりジャブラなどのブランドでの音響機器事業を、手掛けている。 世界約30カ国にオフィスを持ち、100カ国以上で製品を販売している。売り上げとしては、補聴機関連が5割強、ヘッドセットなどの音響機器が5割弱の割合となっており、地域別では、北米が半数近くを占め最大となっている。GN ストアノール AAS は、ナスダックコペンハーゲンに上場している。GN グループの主要事業会社として、 GN ヒアリング及び GN オーディオがあり、以下のブランドを展開している。1947年、ストルノの名称で無線通信機器製造部門を社内に設置。移動無線通信装置、マイクロ波回線用機器、放送局用機器などの製造を手掛ける。1968年にストルノ A、S として分社化したが、 1975年から1981年にかけてゼネラルエレクトリックが順次株式を取得さらに1986年にはモトローラに売却された1949年にはコペンハーゲンに電信機器工場グレートノーザンテレグラフワークスを設立1968年1月1日にテレフォン フェーブルオートマティック A、S と合併して GNT オートマティック A、S となり、大北電信が過半数をわずかに超える株式を保有、残りはエリクソンが保有して電話機などを製造した。1985年には GN テロマティックに解消している。1977年4月。 1943年創業のデンマークの補聴器メーカーデナボックスを買収し、後日 GN デナボックスと社名変更。1987年 GN デナボックスの事業のうちヘッドセット製造については GN ストアノールが1984年に買収したデンマークのオフィスオートメーション企業ネットカームの商標を用いた GN ネットカームに移管した。 また、1990年には、デンマークの聴覚測定器メーカーマッドサン、エレクトロニクスを買収し、2001年から、GN オートメトリックスの称号の下営業をしていたが、2017年1月、ナトゥスメディカル・インコーポレーテッドに売却した。1999年、GN ストア・ノールが1984年創業の、米国の補聴器メーカーアリサウンド・コーポレーションを、 買収し、GN デナボックスと合併。GN リサウンドと解消した。さらに2000年に、米国の同業、ベルトンエレクトロニクスを、2005年には、ドイツの同業、インタートーンを買収した。一方、GN ネットカームは2000年、米国の携帯電話向けハンズフリー機器メーカージャブラ、コーポレーションを買収。以後、携帯電話向けハンズフリーには、ジャブラ、 オフィス用ヘッドセットには GN ネットカームと商標を使い分けていたが2009年商標をジャブラに統一した2021年にゲーミングデバイスメーカーのスティールシリーズ買収を発表した今月ンン入島広場に面した大北電信会社級本社電気通信事業を営んでいたデッドストアノルディスカテレグラフセルスコブ AS は日本では一般に 大北電信会社と呼ばれていた。明治時代には大北部電信会社と訳されたほか、グレート、ノーザンテレグラフ株式会社と記されることもある。大北は日本に初めて海底ケーブルを陸揚げした。以来およそ一世紀にわたり、日本は国際通信において不平等な協定に甘んじた。また1955年、 太平洋戦争で被った損害の賠償を協議の上日本政府へ請求した。まず、釜山、上海、アモイの付近で日本軍がケーブルを切断転用した部分の再設置費用、それからヨース港とアモイ付近などケーブル系の損失。最後に、五章、上海、シンガポール等においてケーブルワイヤレスの倉庫内に保管されていた大北ケーブルの損失。 締めて30万ポンドが年内に召喚された。1869年6月1日、デンマーク・ノルウェー・イギリス電信会社、デンマーク・ロシア電信会社及びノルウェーイコール、英国海底電信会社の三者合併により、デンマーク・コペンハーゲンの証券取引所ビル内に、大北電信会社が設立され、 旧社からデンマークノルウェー間及び英国、デンマーク間の海底ケーブルの運用を結晶した。同年6月5日、メン島から、ボーンホルム島を経て、リエパーや間の海底ケーブルを開通させ、ロシアとの電信を始めた。同年10月、ロシア政府からウラジオストクまでの電信線建設、運用の認可を受け、 1870年1月9日に大北品日本拡張電信会社を設立。5月に大東電信会社と営業権に関する取り決め。1871年4月18日、上海香港間に付設した海底ケーブルを開通させた。大和陸上電信線は1872年1月1日にウラジオストクまで開通し、 工術のウラジオストク長崎間及び長崎、上海間さらには先に付設された上海香港間のケーブルと接続された。なお、拡張電信会社は同年2月23日に大北電信会社に合併されている。1873年に上海香港間のケーブルをアモイと接続。ケーブルに反対して民衆の暴動が旅重なった。そこで、 中国政府は1875年、国内の陸上船を大北電信から買収した。翌年4月に国有化され、住民の怒りを沈めるために前線を廃止。他方、日本の台湾出兵を受け、台湾アモイ館のケーブルを敷設した。1878年、立交省が大北電信と協定するために森旋海を派遣している。1906年、 すでに英本土とケーブルで結ばれていたシェトランド諸島からトースハウンを経てセージスフィオルズルまでの海底ケーブルを開設。1907年時点での海底ケーブル延長は約 15,600km に達した。1950年、デンマークイギリス間に同時区海底ケーブルとして当時世界最長の 570km の海線を開通。 当初電信24回線が強用されたが、数年後には、海底中継機の挿入により192回線に増加した。1962年1月、英国スコットランドトースハウン、ベストマン諸島間を結ぶ、海底同軸ケーブルの付設に参加し、英国、デンマークアイスランド各政府との共同持ち分を取得。さらに1963年には、 ベストマン諸島フレデリクスダルコーナーブルック間の海底同軸ケーブルをカナダ海外電気通信公社と共同で運用開始した。1985年9月、GN ストアのオール A、S に解消。ただし、定管では次の7つの名称も営業に使用することとしている。デッドストアノルディスカテレグラフセルスコブ GN ストア、ノルディスカテレグラフセルスコブ A。 SGN Great Noradic Limited A, S The Great Northern Telegraph Company Limited A, SGN Great Northern Telegraph Company Limited A, S La Grande Company de Telegraphs Jounole SA, SGN Grande Company de Telegraphs Jounole SAA, S1991 年9月9日 ベルサウスとの合弁で、デンマークにおける GSM900MHz 対、携帯電話事業の免許を取得し、3番を設立。1992年9月にサービスを開始したが、2000年7月13日に、テレネールが、GN ストアノールの持ち株を、買収。2003年12月10日には、ベルサウスの持ち株も買収して、完全子会社化し、 2009年6月15日からは、テレネールデンマークとして営業している。2000年、電気通信事業のリストラを発表。愛前後して、事業整理を進め、2011年末のモルドバ戦の期限満了をもって、電気通信事業から撤退した。1869年6月、デンマークがロシアと組んで、リバウ経由の両国間ケーブルが竣工した。 この事業で、ロシアから信用を得た。この頃、インド、中国、東南アジアのケーブル事業はイギリスが掌握し、ロシアのシベリアケーブルが内陸から接続するのを許さなかった。そこでロシアは、大東電信会社と協定し、香港以北を営業権に収めた、大北電信会社をパートナーに、ウラジオストクから日本経由で、中国へ、 ケーブル事業を進出させようと試みた。1870年から日本と交渉するようになったが、後にハリーパークスまで進出を支援した。具体的には外務省に接続いて長崎東京間の電信線を1871年9月に着工させている。なお、この時の機械はオリエンタルバンクに注文されていた。1871年。 後に長く、社長を務めたエドワルド・スエンソンを、責任者として、長崎・上海間、ついで長崎・ウラジオストク間の海底ケーブルを、付設し、日本の国際電信事業を開始した。さらに、翌年開通した、大和陸上電信線経由で、日曜間の通信が始まった。国際通信主権をめぐっては、日本側から抵抗にあい、1878年に、 国際電報営業権を日本政府へ返還する。1883年、日本政府は当時急がれていた朝鮮半島との通信確保のため、同社に呼ぶ子不山間の海底ケーブル敷設を要請し、その実現と引き換えに、前年の特許上で20年間のアジア大陸や朝鮮半島との通信事業の独占権を与えた。その6条は独占域で、 感染の不設を禁じている。道場では、ロシアまたは清志が延長を認めた場合にはさらに10年間延長されることとされており、実際に延長された。1884年11月に、呼ぶ子き津島不山間の海底ケーブルの不設が完了した。なお、1904年2月の日露戦争において、ロシア政府は、 バンコク電信条約第8条により長崎、ウラジオストク間のケーブルを無期限停止する旨を各国に通知した。また、ロシア国内は大北線が維持されていた。1913年8月、長崎上海間に日本が同社線とは別の海底ケーブルを付設すること、電報及び日本と中華民国との官報に限られた。カラフト及び 朝鮮半島で日露間陸上電信線の仮設を認めることと引き換えに同社の陸要件を認めること日本中華民国間通信から生じる収益は合併計算とし過去3年間の実績による同社の収入を保証する分配率とすること等からなる協定が締結された協定には期限が明記されなかった大北川の主張により免許上ゆえ 無期限と解釈された。その結果、引き続き国際電信の大部分は同社に依存することとなり、日本が支払う通信料は膨大なものとなった。ナチスドイツによるデンマーク占領の翌月となる1940年5月、日本政府との協議により、日本における海底ケーブルの陸要件は1943年4月をもって終了すること、それまでの間、 同社所有の日本領土、領海内の施設は日本が運営し、期限満了後は、同社の負担で撤去することとされた。実際には、1941年12月に、長崎上海間、1942年1月に、長崎ウラジオストク間の海底ケーブルの運用が停止された。1947年11月、 連合国軍最高司令官総司令部から、長崎上海間及び長崎ウラジオストク間、海底ケーブルの長崎側の諸施設を1940年5月の、役場前の状態に服すべしとの覚書が出され、日本政府の負担で復旧。長崎ウラジオストク間については1948年11月に1回線の運用が再開。 1955年12月にもう一回線が再開された。この際、すでに米英の通信会社による回線により、大部分の通信が可能となっていたことから、大北の通信大地は、北欧を中心とするヨーロッパに限られることとなった。なお、長崎上海間については、国境内線の影響もあり再開されず、1949年に、 上海駐在院を引き上げた。1954年5月の協定により、長崎局の施設すべて及び、日本の領海内の海底ケーブルを国際電信電話に無償状とするとともに、1953年実績の5数を超える分の料金の分収率については、両者平等とすることとなった。1967年8月の協定により、 同社と KDD は、ナ越名ツ・ナホト間に電話換算120回線の海底同軸ケーブルを新設することで合意し、1969年8月に日本海ケーブルとして運用開始。これにより長崎ウラジオストク間は廃止された。なお、JSC は1995年7月24日に運用停止されたが、 その後継として同年1月に運用開始した RJK ケーブルはロステレコム KDD 及び韓国通信が運用し大北は子会社を通じた参加に止まった AB2018 アニュアルレポート GN ストアノール AS2019 年9月29日閲覧 GN グループ GN ストアノール AS2019 年9月29日閲覧 ナトゥス・コンプレッツ・アクイジションオ・オブ・ GN ・オトメトリックス・ビジネス。ナトゥス・メディカル、2020年1月21日閲覧。ゲーミングデバイスのスティールシリーズをジャブラ、親会社 GN グループが買収。インガジェット、2021年10月9日閲覧。GN ・ヒアリング・ジャパン出展者詳細情報。シーテック・ジャパン2018、2019年9月29日。 閲覧。GN オーディオジャパンに、社名変更、ユーザーのニーズ、業種に合わせたソリューションを提供する。コールセンタージャパン。2019年9月29日閲覧。大北電信株式会社100年略紙 P66、石原、国際通信の日本史 P50。例えば、賠償並びに戦後処理の一環としてなされた、経済協力及び支払い等。 外務省。2019年12月11日閲覧。日本電信電話公社改訂1100年の歩み電気通信協会1971年ピアニッシモ。638から639。アーティクルズオブアソシエーションオブジエヌストアノールウェイ。S。2019年12月9日閲覧。ディスポーザル。エトセトラ。 2013年6月20日閲覧。ビジネスリストラクチャー。2013年6月20日閲覧。アニュアルレポート2011。GN ストアのオール。P17。2019年12月11日閲覧。郵政百年史資料。第2課40ページ長島。大北電信の若き通信誌。P256 及び P。P258。 日本海ケーブルの運用停止について、国際電信電話、2011年9月17日時点のオリジナルより、アーカイブ、2013年6月7日閲覧、インタームリザルツパート1、2013年6月20日閲覧、大北電信株式会社100年略紙 P15、ありがとうございます。